交番です、すけです。で、今日はね、もじゃしも画面外いるんですけど、今日何するかっていうと、はいはい、もじゃしを女子高生あるあるで苗させてみようということで。苗させる方ね。苗させる方ね。女子高出身の友達とか、いやマジ理想と現実は違うよみたいな。ああ、はいはい。言って女子高生あるあるを調べて、でそれで10個お女子高生あるあるを10個1個なえなかったらもじゃしの勝ち。俺はなえさせるために10個用意してる。ああ、玉をね。玉を。ああ、なるほど。10発。はいはい、用意してますんで。なるほど。確かに夢は見てるでしょ。でもいい大人だから、ある程度のことは許容できると思うわけ。そう、だから特上の10発用意してる。10発。ああ、じゃあ任せろ。じゃあかかってこい。早速。よし、かかってこい。はい、じゃあいきますね。かかってこい。授業中に腕のムダ毛を抜く。セーフ。まあまあ、あるからね、もちろん。男性教諭の妻は、もっと教え子が多い。え、ほんとに？いや、まあ、ないはしない。ないはしないけど、でも、迷惑だった、今。結構びっくりした。結構びっくりした。これ個人的に、これ個人的に結構なえた。やつ。はい。体育の後は、脳無状態。教室だね。あー、でこれもセーフです。あ、セーフ。真剣に体毛について話し合う。真剣にうちちょっとさみたいな、どこどこのみたいな。まあ、まあ、踏み入って書いてると話をする。あー、まあするでしょう。いや、同性だから、同性だからするでしょう。先生、まあダメだな、結構。いや、まあ結構、もう結構個人的にはうわーって思うよ。まあ上げてるんだけどな。してしまうと思うよ、それはもちろん。これマジ最悪。濡れた靴下を教室で干す。え、教室中でしょ。中でしょ。外に出してほしかったー。あー、ちょっと。はい、ありがとうございます。